はい、皆さん、えー、こんにちは。今回もすいません、真っ黒きております。えー、ということなんですけども、いやいやね、ほんとね、もうはっきり言いますけどもね、ええー、加減にしろよ、みたいなね、えー、黒い話です。えー、と、いったようなことを最初にね、ちょっとお話しさせてもらいますけども、はい、えー、でですね、あのー、まあねほ、本日はですね、まあ、木曜日というようなことで、まあ、メインの週刊誌であるね、 え、文春だとか新潮といったようなところがね、バンバン記事を出してきてるんですね。なおかつね、あの、ちょうど今夏休みというようなことで、今週出るね、週刊誌に関しては、まあ、ほとんどがですね、合併号というようなことで、まあ2週間まとめてじゃありませんけども、いろんなね、スクープ記事だとか、まあいろんなこの皇室関係に関してもですね、非常に濃いネタを、えー、このね、文春も新潮も出しております。はい。でですね、今回の話題に関しては、 えー、今朝方から出ているですね、その新長の話題です。いやね、もうね、ええー、加減にせよ、みたいな話です。最初に言っておきますけどね。本当に私ね、この記事を読んでいてですね、ちょっとね、かなりもう怒ったというかね、もうええ加減にしろ、みたいな感じなんですけどね。なのでちょっとね、真っ黒人いますけども、すいません。最初からちょっとね、怒ったようなケイちゃんになっちゃいましたけど、申し訳ありません。ということで、えー、ちょっと記事の内容をね、お伝えさせてもらいます。いつものごとくね、えー、ちょっと黒板にまとめてあります。こんな感じ。 あのー、今現在のですね、赤坂ベルサイユ宮殿、えー、新しい新 A の宮邸ですけども、まあ皆さんね、40億円とも50億円、それこそね、五家具所の9億8000万円を入れ,入れると、50億円っていうようなことがね、言われていて、なんだよみたいな感じですけども、まあ今回もそんなようなね、延長的な話なんですけども、まあ例のね、佳子様のね、渡り廊下の話だとか、もしくはですね、やっぱりこういったようなお金の話になってくると、 えー、かたやですね、あのー、まあ、あしの宮愛子様がね、ティアラを今回も国民のことを考えてご自体、なんと3回目ですけどね、ご自体と言ったようなこともね、あったじゃないですか。で、国民のほとんどというかね、まあ、私も当然そうなんですけども、おそらくはね、99.9%の人がえ、ぜひね、お作りくださいというようなことを願っているにもかかわらず、 まあ、泣けてきちゃうような話なんですけどね。もう天皇皇后両陛下と愛子様のね、お気持ちを考えると、お心遣いを考えると、泣けてきちゃうみたいなね。私なんか本当に泣けてきちゃいますけどね。本当になんか今ちょっと涙出そうだけどね。まあそういったようなね、えー、話してて本当涙出来そう。<laughs> すいません。えー、ちょっとね。えー、ちょっとね、ちょっと待ってください。まあそんなような感じ。そんな本当ね、そんなようなね、感じじゃないですか。 えー、にもかかわらずですね、今回のこのね、今朝方から出ている新庄の記事見ていたらね、もう本当にね、え描きにせよみたいな話です。はい、えー、でですね、ちょっと今ご覧になって、えー、いただいてるですね、えー、まあね、この記事の中身なんですけど、えー、表題で書いてある通り、総額44億円からさらに増額っていう話です。このね、新しいこのね、えー、ヌミア邸え、工事の裏側ということで新え、がいろいろ暴露しております で、まあね、最初の方の記事はね、今までちょっとね、えー、皆さんがもうすでにご存知になっているような点のね、えー、まあどちらかというと、何て言うんですか、あの復習みたいな話ですけどね、まあもともとね、当初は33億円というふうに言われていたこの回収費がね、えー、昨年の9月、 えー、経営委員長が、ね、発表した金額は、ね、なんと34億6600万円だったということで、まあ、この金額だけ見てもですね、でに1億6000万円ほど、ね、増額されていますで。これに関してはね、この記事に書いてある通り、 まあ経費電化がしばしばですね、えー、まあ内装に金を用いてください。ありましたよね。そういったようなことにおいてですね、もしくはね、もっと大理石使ってください。みたいなことで、1億6千万円も増えてるわけですよ。1億6千万円あったらティアラいくつ,つ作れるんだよ。みたいな感じですけどね。そういったようなこと。 なおかつですね、まあこの下に書いてある通り、まあ加護様がね、分室に、分室、すなわちね、ご架空所に住み続けられることで、仕、え、様、ー、変更があって、当然追加工事が必要となったということですけどね。で、今回ですね、えー、特にこの新長が暴露しているような話として、えっ、ー、とね、 経営庁がね、実際今現在ホームページ上でもね、一応ね、歌ってるんですけども、入札、広告等、調達、情報というようなところでね、これはね、経営委員長のホームページにも上がっております。そこの中の公共工事の情報ということで、え 以前のですね、1月30日付で、ご家具所の建設建築工事、電気設備工事、機械設備工事、各一式みたいなこととして、まあ、2618万円の随意契約があったようなんですけども、案の定じゃないけど、3月29日にはですね、変更しますというようなことで、コンセントの追加、屋上機械、えー、何、置き場へ照明器具を追加だとかね、屋外へ照明器具を追加みたいなことで、 124万円。まあ、これはね、124万円ぐらいって言いますけどもね、124万円だって一般の国民にしたらね、大金ですよね。普通のね、サラリーマンの方がですね、いかに今現在ね、節約節約というようなことを考えて生活されているかということを考えると、124万円だって大金ですよ。といったようなことでね、増額されているというような話です。 なおかつ、まあ、この下に書いてあるところはね、もう皆さんご存知の通り、職員とすれ違わないようにということで、例の渡り廊下ですよ。渡り通路ですよ。すっぴん見られたくないっていう話だよね。で、さらに、さらなる税金の投入ってことでしょう。ということですね。で、えっとね、まあ、そういったようなことに加えてですね、あの、実際ですね、この昨年の11月30日に1748万円で提携された契約っていうのはね、 あるようなんですけども、これに関してですね、ここちょっとね、注目。この件に関してはね、この今回の新調の記事に関しては、昨日もね、デイリー新調等に、ね、掲載されていたんですけども、このね、件に関しては、昨日のデイリー新調には上がっておりませんでした。なのでね、本日出されている、発売されたこの週刊新潮の8月17日24日の紙ベースでしか、ね、書かれておりません。その内容なんですけども、 要はね、建、これちょっと重要ですよ。皆さんよくお聞きになってください。建物の使用があって見直しに伴い、各移設を止めるといったような名目で、この随意契約がされてるっていう話なんですね。でね、えーまあ、そういったような理由で、 さっきの3月29日のね、えー、さっきちょっと黒板のね、1ページ目でお話をさせてもらった、そのね、内容においてもですね、3月29日の契約で279万円、今度はね、減額修正されているといったようなことなんですよ。どういうことですかね。もう一回言いますよ。その上に書かれている通りですね、建物の使用があって見直しに伴い、家具移設を止めるといったような理由で3月29日、 今年の3月29日に279万円の減額修正されているって話ですじゃあこのね家具移設を止めるこれ何の家具なんですか 当然ですね、過去様の家具でしょうっていうことですよね。過去様が今現、過去様が今現在ですね、お持ちの家具を新しい宮庭に持っていかないといったようなことで、この、えー、移設に関わる費用、すなわち279万円が厳格修正された。で、これが3月29日の話なわけですよ。で、今までね、えー、経営庁のね、例えば公式職大部が実際にね、 え説明をしてる内容もしくはね西村長官が説明してる内容どんな内容だったですかねっていうことを是非ね思い出してほしいんですけども当初それこそね M 子さんがいる頃からね江戸、えー、宮ご夫妻と M 子さんと佳子さま4人で悠仁さ様抜きでね4人ね家族会議を行ってそこで江芽、えー、子さんと佳子さまのね部屋を作らないというようなことに決めたって言ったようなことをね説明してましたよね。 ところが今言ったようにね、この家具の移設、過去様の家具の移設をしないといったようなことで決まったのが今年の3月29日。すなわちどういうことですか前に言ってた公式職大部が言ってたような説明、あれも結局嘘っぱちだったんですかみたいな話になってくるわけですよね。これだってどう考えたってね、家具の移設を止めるというようなことが3月29日に決まったのであれば、これ誰の家具ですかって単純だよね。 過去様の家具を新宮邸に移さなくなったってことでしょって話ですよもう本当にねこういうねなんて言うんですかもうね記事読んでてね本当に私イラ,イラついちゃいましたみたいな話ですねまあというようなことですよ ここら辺の話はね、実はね、えー、昨日出ていた、さっきも言ったように、イリー新長には出ておりませんでした。ということで、私もね、ちょっと強調して話をさせてもらいましたけどね。他のところはね、ちょっとかなりの部分がね、えー、昨日ちょっとデイリー新長でも上がってたんですけどね。まあ、いずれにしても紙ベースでは本日朝から出ておりますので、えー、ぜひね、皆さんにおいてもね、まあ、ご興味あるようでしたらご,ご購入してみてくださいという感じです。 本当頭来ちゃうけどね。まあ、頭に来るから皆さん買わないよっていう方もね、結構いらっしゃると思いますけど、まあ、新庄がせっかくね、こういった形で暴露されて、してくれたんでっていう話です。はい。まあ、当然ね、こういったようなことがバンバン暴露されているわけですよ。で、えー、じゃあね、こういったようなことで丁寧な説明しなければね、経営の長はおるかね。 まあ当然ご一家まで批判にさらされるのは日を見るより明らかですみたいなことを経営上関係者言ってるんだけど別にさこの批判にさらされるってもう今現在批判だらけなわけですよでそれに加えて批判がもっと炎上に変わるんですかって話ですよねでえなおかつねこの記事の中で暴露されてるんだけどはい まだまだ続く、このね、新 A 宮邸赤坂ベルサイユ宮殿の関連工事、なおかつですね、五角具の関連工事っていうことで、もう終わ,もう終わったっていうわけじゃないんですよ。あの例のね、こ、え、こ、ー、様がすっぴん見られたくない、すっぴん禁止の、えー、渡り廊下、渡り通路以外にもまだあるっていう話、もう皆さん呆れちゃうでしょもうね。 で、えー、例えばね、今年度の第2四半期、7月9月で、経営庁長が管理部がね、新たな改修工事を発注することが明らかになってるんですって、えー、またかよみたいな話ですよ。で、随意契約で後期は6ヶ月。3階建て分室の1、2階の事務室レイアウトを変更するといったような作業に伴うような、 工事というようなことなんですけども、これどう考えたってさ、1、2階のね、事務所のレイアウトを変更、すなわち、過去様とばったり会っちゃうような職員がね、そういったのことにないように、このレイアウトを変更するって話でしょもうそんなことね、わかるよ、誰だってって話ですよ。まあ、そういったようなことらしいんですよね。 当然、下にも書いておきましたけど、過去様が住まわれることで生じたような事態ですっていうような話ですよ。で、こういったようなことに関して、新たなね、随意契約だとか、新たな工事契約っていうことで、やっぱりね、新庁の記者の方もね、えー、例えば公職大部にね、勝さんに問い合わせたんですって、そうしたらね、報道室を通してくださいみたいなね、もう取ってつけたような返事が返ってきたんで、来たんですって。 まあ、かじさんご自身は答えられないみたいなね、ちゃんと答えろよみたいな感じですけどね、はっきり言ってね。で、これに関して、やっぱりこのね、報道室、やっぱり広報室じゃありませんけど、そういったようなところに、えー、新庁の記者の方は尋ねたら、えー、契約締結時にはホームページで公表する予定ですみたいなことを、さらっと言って済まさしてね、済ましてるみたいな話。なんかね、もうね、本当いい加減だわね。要はね、 あの、新しくできた絵ヌミ当テもしくはね、ご家具所においても、まだまだ工事が発生して、まだまだ余分な税金がね、垂れ流しされるようですよ。それはね、例のね、すっぴん禁止の渡り廊下だけじゃないっていう話です。もういくら使われるんだよ、みたいな感じですよね。まあ、そういったようなことで、この第2四半期もしかしたら第3四半期第3四半期もね、新たな予算の計上というようなことが今現在見込まれているようです。といったような話ですよ。 でやっぱりねこの記事の最初のね、にも書いてありますけどもあのまああのね愛子様のティアラですよもうはっきり言ってさティアラいくつ作れるんですかっていう感じだよねもうこんなような記事が上がってくるとねもう何て言うんですかねこの天皇ご一家の国民にね寄り添ってもらっているようなご姿勢と この AN 宮家のね、全くもってですね、死、もしくはわがままを優先して、なおかついくらね、この税金をね、じゃぶじゃぶ使うんですかみたいなことがね、ほんと今回鮮明になってきていることで、ほんとね、泣けてきちゃうよ。みたいな話だよね。こういったようなね、ご家族、ご家庭にですね、口頭が移っていいんですかみたいな話ですよね。といってのことになると思います。 はい。ええと、言ったようなことで、ちょっとね、さっき、えーね、2ページ目でご覧になっていただいたところで、なんかさ、過去様がさ、なんかこうやって、何でしたっけこれなんか振ってましたよね。黄色いね、ハンカチじゃないけどさ、ふざけんなみたいな感じだよね。はっきり言ってもう、本当にね、今回の記事に関しては、もう、本当にね、ちょっとね、非常に不敬なね、そんな表現をしておりますけど、本当ふざけんなみたいな感じですよ。ええと、言ったようなことですね。本当国民ね、少しは国民のこと考えられいだよね。 というふうに皆さん思いませんかということですね。はい。えー、ということで、えー、本日ですね、文春、そして新潮といったようなね、私も昨日はね、文春法ということで、例の木原さんの話だとかね、えー、もしくはね、あの例のね、あの、アホなね、ニューヨークのね、経、え、験、ー、夫妻だとかね、佳、ま、子、あ、さんに関しても、やっぱりね、服装に関してもね、わがままみたいなこともね、話をさせてもらいましたけどね、まあ、ぜひ昨日の動画もね、ぜひご覧になってみてください。とにかくね、 まあちょっと夏休みでね、来週お休みっていうこともあるんでしょうけど、文春もね、身長もね、バババーンと上げてますからね、特に文春すごいよ、みたいな感じだけどね、えー、ぜひ皆さんにおいてはね、もし、えー、気になるようでしたら、えー、コンビニ、まあ、もしかしたら文春はね、すぐ売り切れちゃうかもしれないね。 とにかく、と、とにかくあの、木原さんの、またね、文春音がバーッと出ててね、え、何違法風俗みたいな話も出てるからさ、文春もちょっとね、また今週も売り切れちゃうかもしれませんね。プレミアムつくかもしれません。アマゾンあたりでね。まあそういったようなことで、もしね、えー、ご購入を検討されてる方は、この文春も新潮も早めに、えー、購入をね、された方がよろしいかなっていう感じがいたしております。はい。今回もありがとうございました。バイバイ。